うなぎのかば焼きの香ばしい味わいを神再現。カルビーより2024年9月16日に日本全国で数量限定発売したじゃがりこブランドから地域の食文化に注目し地元に愛される商品を作るプロジェクトラブ地元シリーズからじゃがりこうなぎのかば焼き味。いらっしゃいませいらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。開けていきたいと思います。オープン。なっております。ではいただきます。ラブ地元シリーズとは1995年に発売以来200種類を超えるフレーバーを発売してきたじゃがりこ。そんなじゃがりこが地元の方々と一緒に作り上げ地元のストーリーとともに発信していくシリーズとして誕生しました。今回は埼玉の味として埼玉県の関係者、埼玉県庁、埼玉市、埼玉観光国際協会、埼玉県物産観光協会協同組合浦和のうなぎを育てる会の共同で味を決定し、じゃがりこうなぎのかば焼き味を発売。甘辛いタレを絡めながらじっくりと香ばしく焼いたうなぎに香辛料のピリッとした風味をアクセントとした味わいです。うなぎのかば焼き風味粒を使用し、まるで本物のうなぎを食べているような味の再現となっています。甘辛いタレをイメージした茶色のスティックが見た目にも楽しく食欲をそそります。パッケージは炭火で焼いたうなぎのかば焼きの写真を大きく配置したうなぎの香ばしい味わいが感じられるデザインです。うな重の器の漆塗りのイメージした赤と黒の背景色で高級感が表現されています。蓋の QR コードからは浦和のうなぎを育てる会ホームページにアクセスできます。ダジャレには埼玉観光国際協会の職員の案が採用されています。内容量は52グラム。希望小売価格、オープン価格、想定価格、税込み190円前後。販売エリアは日本全国。地域によってはお取り扱いがない場合や売り切れで販売終了の場合があります。スナック菓子で1カップ52グラムあたりエネルギーは259キロカロリー。対象年齢は4歳から。硬さが特徴の商品です。口の中を痛めたり、喉に詰まらせたりしないよう気をつけてお召し上がりください。小さなお子様がお召し上がりの際は必ず見守ってあげてください。アレルゲンは乳成分、小麦、大豆です。評価は4です。うなぎというよりもうなぎのタレ、かば焼きのタレがよくもじゃがりこに絡んでおります。かば焼きのあのタレの味がするじゃがりことなっております。本当にうなぎにたっかけるあの甘辛いタレをイメージした、それを再現したお味となってました。見た目もね、茶色スティック状になってて、この甘辛いうなぎのかば焼きのタレをうまく再現して、うなぎのかば焼き風に仕上げたじゃがりことになってたんじゃないかなと思います。まるで本物のうなぎを食べてるかのような、と言ったら言い過ぎなんですが、そのような味わいとなっておりました。じゃがりこ、うなぎのかば焼き味。うなぎのね、あの香ばしい味わいのした味わいとなっておりました。ぜひあのうなぎのかば焼きのタレに味が好きだという人にはおすすめのじゃがりこ味となっておりました。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。では、じゃあね。